はい、皆さんこんにちは。ひなです。たかです。はい、ということで今日はね、北京といったらといったら何？万里の長城でしょ。違う、それはチャイナといったら、ね、中国といったら万里の長城にやってきました。はい、ちょうど朝ね、北京からバスに乗って今もう2時間ぐらいね、走って山の方までやってきました。周りに誰もいない。見て、こんな感じ、山ですね。まあ、万里の長城があるのが山の中なんで、北京からここに来る間にいろんなね、万里の長城スポットが点々とあって、あるスポットではね、めちゃめちゃ渋滞が起きてたり、人がね、いっぱいいたりしたんだけど、ここはね、ちょっと空いてますね。じゃあけど早速中に入っていきます。ということで入ってきましたよ。てかね、もうあそこに見えてんだよね、万里の長城が見えてます。というわけでね、今からね、3時間ぐらいかけて万里の長城を登っていくらしいです。ハイキングです。で、ちなみにね、こっち右側と左側にもね、まあずっと続いてんだけど、で今日ね、ちょっと曇りで気温的にはね、涼しいんで、それがちょっと救いかな。というわけでね、早速ハイキング行ってみたいと思います。もう疲れた。確かにもう疲れた。見てこれ、めっちゃ続いてるんだけど、ここの万里の長城がずっと山のね、頂上をずっと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 山の向こう側までずっと、まあ当たり前だけど続いてます。ここにも看板あるけど、英語で書いてくれてないからね、中国人しか分かんないですね。万里の長城です、これ。この万里の長城、すげえ、うお、すごっ。すごいですね、今ちょうど万里の長城に上がってきました。いやー、風が気持ちいい。そしてね、目の前にはずっと連なる万里の長城が見えますね。これをね、今日はどんどん歩いていきます。もういいかな。まだ始まったばっかだよ。ようやく2個目の着きましたスポット。見て、みんなまだ果てしなく続いてんだけど、誰だよこんな長く万里の長城作ったやつ。登る人のこと考えてくれよ。お、昔はここに多分兵隊さんとかがいて見張ってたんだよね。こうやって敵が来るのをこう見張ってたんだよね。すごいな、それにしてもこんな感じですよ。いきますか。本当だ、壊れてる。はいよ、ちょっと疲れたんで、休憩がてらこの万里の長城のね、情報を共有したいと思います。この万里の長城なんですけど、作られたのは秦の始皇帝の時代って言われてます。秦の始皇帝の時代に作られ始めてから明の時代まで約2000年以上かな、ずっと作られ続けて完成したと言われてます。まあね、私が作ったらもっとかかるよ。完成しないよ、レナが作ったら。ちなみにね、この万里の長城の長さ21,000キロ、想像つきません。これは2012年の調査の結果、21,000キロ。ちなみにね、どんぐらい長いかっていうと、日本列島の長さが約3,000キロって言われてるんで、上から下まで日本が3,000キロ、北海道からね、沖縄じゃない、3,000キロって言われてるんで、日本が7個入る長さです。伝わりますか？めちゃめちゃ長いです。これはさすがに歩けない。諦めましょうか。そうです、これ歩いた人いんのかな、端っこから端っこまで歩いたら、それはギネス記録に乗るだろうね。やってみる。国際カップルが万里の長城を端っこから端っこまで歩いてみた。誰も興味ないか。はい、調べた結果は、全て歩いた人がいないけど、6000キロぐらいの
ウォールを歩いた人がノルウェー人のステフェン・ロベルト・ローケンだった。すごいね。この人が601日、約2年2年弱かかって6000キロ。6000キロってことはだからさっきの説明で言うと日本が2個、そう、日本2個分を歩き倒したっていう人がいるらしいね。こうもっと古い壁がもうどこにあるかわからないし、こう、そうだよね、壊れてるからもう見つからないし、今これ歩いてるのはすごい保存状態がいい部分歩いてるんで歩けてるけど、もうボロボロになって姿形もほとんどないようなところもあるんで、あと1個の壁だけじゃないよ、全部つながってる1個の壁だけじゃなくて、うん、こういろんな、あ、この黄色とか赤いラインがいろんな壁ってことね。でこれを総称してバーニの頂上って言ってるんだよね。すごいわ。というわけでもうちょっと、もう誰もいなくなっちゃった。上を目指していきましょう。僕らペースめっちゃ遅いっす。行くぞ。おーい、行くぞ。おーい、行きたくないよ。皆さん見てください、この角度、角度45度以上あると思うんだけど、それぐらい急な感じです。ちなみに景色最高。なんかね、山の奥に霧が出ててすごい綺麗、なんか神秘的な感じするね。すごいな、来てよかった。すごいよ本当に。もうちょっとみんな想像してみてよ、このさ、レンガ一個ずつをさ、こんな山奥に持ってきてさ、コツ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 作る中国人すごいよね。今ね、かなり上がってきましたよ。ちょっと景色見せますと、まだね、まあ永遠と続いてんだけど、そこに4個目のストップがあって、で山に沿ってずっと続いてんだけど、ちなみにですね、この万里の長城は中国で初めての世界遺産、1987年にね登録されたそうです。わ、すごっ、見て、階段じゃなくてなんかスロープみたいになってる。危ないね。このね、万里の長城めちゃめちゃでかくて衛星から見れるんだって。これは嘘です。サテライトから見れるんだって。それも嘘です。宇宙から見れることも嘘です。でも見えるよって Google に書いてあった。なんでかというと、長いけど広くないから見れないよ。いや、見れるって Google に書いてあった。であれば道も宇宙から全部の道が見れる。違う、見れると信じるものだけに見れるって俺は教えた。今ね、ちょうどね1時間半ぐらい歩いたんだけど、休憩して休憩して休憩してちょっと歩いて休憩して7割休憩して3割歩きました。で1時間半経っちゃったので、ちょうどねもう折り返したいと思います。3時間しか時間もらってないんで、こっからね降りてきます。ちなみにまだまだね先はあります。ありますけど、先はいつもあります。というわけでね、こっから1時間半かけてさっきのねスタートしたところまで帰って、バスでピックアップされてランチです。というわけでね、頑張って帰ります。ちょっと下りだからね楽だとは思うけど、ここがマジで一番角度がえぐい。これ滑って転んだらね、普通に下まで落ちて死にますね。危ないです。本当にすごいんだけど角度。このようにね、バーニの頂上は山に沿って上下の起伏が激しいです。拍視頻、中国人の人も多いね。拍視頻よ。セルフサービスです。普通に美味しそうだね。キャベツをねソースで浸したやつと、トマト、卵の煮込んだやつで、これはよく分かんないけど野菜をまとめたやつとライスです。そしてね、たまたまねドイツの白ビール売ってたんで飲んじゃいます。いただきます。おいしい？おいしい。本当の中華料理がおいしい。おすすめ。